らっしゃいますか？今日どうしたの？じゃあ実はお名前がありまして、お、はい、はい、彼女なんですけど、めいこちゃんなんですけど、はい、YouTuber の弟子入りを会長にお願いしたくて来ました。お願いします。あらまあ、そうなんだ。いや、まあ、YouTuber つってもそんな立派なもんじゃなくて、 YouTube クリエイターとして、あ、まあ、作ってますよぐらいのもんだけど、で本気、ね、そういうの本気だもん。ものすごい軽いんだけど。いや、本気です。本気なの、はい、ずっと夢見てたとかそういう感じ。もうちっちゃい頃から YouTube が好きでずっと見てたんですけど。あらまあ、そらまた大変だ。シシ、好きな YouTuber は？ヒカキン。だいぶ毛色が違う。そうですね、だいぶ毛色が違うね。でも、そうなんだ。で、どうなの？まあ、普通にやるとかなると、ほら、顔出しとかの問題もあるでしょ。あ、お父さん、お母さんは OK。 軽い、めちゃめちゃ軽い。 OK。 一応、変なお医者とかこう覗き見たりとかするようになったりする可能性もあるけど、大丈夫？まあ、おじさんがね、おじさんがね、いざとなればね、はい、シュートボクシング日本ランキング1位のおじさんがついてるんで、しっかり守ります。はい、お殺しください。はい、楽しみ。そうか、そうなんだ。じゃあどうしよう。でもせっかく弟子入りしてくれるっていうんだから、ちょうどロッキーがずっとこうストレス溜まって困ってたんで、一緒に散歩してきてくれる？はい、行きます。これ便利な。これちょっといいな。そういう考えで弟子もいいもんね。じゃあ、よろしくお願いします。じゃあ、あっちの方に。はい、はい、ロッキー行こう。ロッキー、よし。じゃあね、とりあえず弟子入り第一歩として、はい、今日はこのロッキーちゃんのお散歩に付き合ってもらおう。はい、はい、お願いします。はい、ということで、ロッキーちゃんね、行きますか、とりあえず。はい、はい、ゴーゴー。あー、お散歩だ。で、結局俺もついてくるのね。うちばき、うちばき、まだやる。よし、行こうか。はい、出動です。はい、出動。そのまま一緒に散歩してればいいんですね。そうです。はい、ぐいぐい行って、ぐいぐい行って、ぐいぐい進んで。はい、じゃあね、ちょっとこっち来て。じゃあどの程度ね、まあ、その度胸があるのかどうかっていうことで、適正見ようと思うんだけど、そうね、ちょっとリングの中入ってもらおうか。お願いします。もうね、はい、いった、はい、ですよ、よいしょ、よし、はい、よろしくお願いします。お願いします。よし、じゃあね、早速なんだけど、はい、ちょっと彼女に、ここで一発自己紹介などをやってもらおうか。あ、はい、できる？はい、考えてきました。考えてきたんだ、すごいな。よし、じゃあ、じゃあ行きましょうか。はい、3、2、1、9。あなたのハートを受け取りま、シシーです。やるじゃん。どうですか？っていうか、はい、僕たちにないものを持ってるよね。はい、そうなんだ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあね、まあとりあえずは自己紹介はこれでよしとして、はい、今日はね、まあ、せっかくボクシングジム来たから、まあそうね、度胸があるのは分かった。度胸があるのは、はい、度胸と根性は別物だよね。ちょっと根性見てみようか。はい、よし、了解だ。